あなたに解決してほしいっていう託してるわけよ。そういう、うわやだやだやだ、どうしたらいいのこれ。開けてあげれば。開けたら入ってきちゃう。いや開けてあげなよ、だってかわいそうだ。あっ、あっ、さあ続きましたねばよね、バール君と納豆兄さんのゆっくりゲーム実況ホラーゲーム無音ネバー。はい、じゃあ前回の続きね、続きをしますね。はい、続きから。あー、もう始まっちゃうのもう。いやもういいんですよ、余計な説明はいらないんです。とにかくもうやらなきゃいけないねばか。そうだよ、だって余計なのいらないでしょ、もうやっていきますよ。もうこれも怖くてね、夜ほんと寝れなくな、はい、あーなんかランドセルが光ってる。あ、光ってるね、早速ランドセルってことアイテムをこう見て、うん、でランドセルを調べてみましょう。うわっ、なに早速、なに何今の。いやわかんない、お化けだね。え、カッターが入ってた。あ、カッターありましたね、はい、え、な、今度またカッター調べて。あ、調べてみよう。あ、これは大丈夫ね、はい、いや何だったんだよ今のは。もうとりあえずカッター装備してみようかな。そうね、もうお化け来たらそれでやっつけちゃえ。やっつけらんないでしょお化けは。え、これ攻撃とかもできるゲームねバカ。いやできない、できないんだ、うん、とにかくお化けが出てきたらいっぱいタップすると。はいねばや、ね、じゃないと精神ゲージがねどん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 あの減っちゃうんで、ね、これなんか見えないねこれ、うん、そこはもう何もない、何もない、うん、いやもう始まってすぐやらせるんだね納豆お兄さんは。いやだってさ説明なんて聞きたい。これだいたいちょっとさゲーム始まりましたとか。いやそれいらないよやっぱり。いらないのこういうの、うん、ネバール君が怖がるとこみんな見たいわけ。そんなもう怖いんだけども、開かないし、もう続きだから何だったかは髪の毛を伸びた人形の話しか覚えてないんだよ。ちなみにでここのお家の人がなんか娘かなんかを殺しちゃったとか。あ、もういいの、それはもう前回の動画見てください。ああそう。でなんか出れなくなっちゃってないこの部屋から。いやそこの襖開けてみて。ここ？そう、そこ開けたら出れるから。開かない、なんでだろうみたいな。違う、もう一個もう一個もう一個、そこ、あれ閉じ込められちゃった。ええ？じゃあ他違うとこ、あそこだね、そこの襖だよ。ここか。そう、あれもう一個のギャグの。ギャグ？逆？逆？全然違う、もうちょっとビクビクしちゃってて分かんなくなっちゃった。ああ、はい、出ましょう。こういう時いきなり出てきたりするからさ、変なやつが、うん、いなかった。ああ玄関の方ちょっと行ってみ。なんか鳴ってるね、なんだろうね、鐘が鳴ってんね。時計、時計かな。いやでも時計はジリリリリリリンだからちょっと違う音だね。ちょっとその辺見てみ。あれ違う、血が垂れてるよ下。血が垂れてる確かに。あれなんか靴とかさあったっけ。いやわかんない、ないね。だから誰か入ってきてるってことだね。やだ怖いネバなんですけども。これちなみに3日目の、夢の中です、主人公で。今このゲームやってる時間は夜中の2時。はい、ちょっとえ、笑ってたねば、うん、ね。どういうこと、この女の子の夢の中でまた人形が出てきて、人形は何消えたりするの。人形違うね、だってこの人形をさ買ってきてから悪夢を見るようになったわけだから、この人形になんか、ああちょっと大丈夫、なんか引きずられてたね人が。追っかけてみる。ちょ行く行く、追っかけて、ね、なんかゴミ箱、なんだゴミ、なんだこれ、資源ゴミみたいな。あフル新聞、あカッターを使って、あたまたま偶然だけども、うん、本を抜き出した。あ日記を、電話鳴ってるよ、はい、いやまずまだまだもっと、はい呼んで。マナはどこへ行ったのかと大輔にしつこく聞かれた。あれ、あ自分の娘やっちゃったからねばね。大輔は痙攣し始めた。あら息子も殴っちゃったよ。
なんとか助けなければと思ったけどねぼ。風呂場まで引きずっていったって書いてあるよ。それさっき、さっきの、さっきの。私はまた殺した。もう訳が分からなくておかしくなる。ネバール君だって訳分かんなくておかしくなりそうだネバよ。あれお母さんさ、娘も息子も殺しちゃったんだよ。風呂場なんかあったネバだっけ。分かんない、ちょっと絶対にあるネバね。でもお家なんだから、うん、なんか光ってる。あ、光ってる。ちょっと開けて。あ、なんかある、なんかある。ちょっと落書き帳を入手した。落書き帳見てみる。あれ、あった、あった。昨日学校から帰ってきたマナちゃんを見てない。出張で帰ってこない。これはあの男の子の方だ。そうね。でもなんか気づいてるね、もう子供はね。男の子のなんか様子が変だなっていうの気づいてんだよ。そりゃこんな状態だったらそうだけども。なんだろう、菜箸、うん、取れないね。ちなみに今夜中の2時です。なんでこんな時間にやんなきゃいけないんだね。あ、ライター、ライター取ったぞ。あ、ちょっと調べてみる。アイテム、ライター、ライター。さっき調べてる時なんか手出てきたから調べんのも怖いんだよね。装備しとこ、うん、もう買った、使ったからなんか使わなそうだし、ね、お化け来たらさ、火で燃やしちゃえばいいんだよ。いやいや、燃えないでしょお化けは。まだ、うん、まだ開けることできない、ね、ここの襖は。あ、そこ、そこなんだろう。開けてみて。開かない。開けない。無理だね。まだまだなんだね。じゃあそこ。嫌なんですけどネバ。あ、あーやだよ。お風呂場でしょどうせどっかの。あ、いた。あ、ここはほら。前も入ったところ、最初のところか。そう、うん、なんかラジカセとかあったとこねばね、うん、ここはなんか怪しい、光ってる感じないから、うん、奥の方行ってみる。いいの、もうちょっと奥の方行かなくても大丈夫。あ、じゃあそこの部屋もう一回入ってみる。ここ、うん、そこ開くかな。その襖とか開く。そこ開かないね。奥は開かない。開かないねばね。なんか、あそこ？開かない。開かない。ドア開かないのかしらって。あ、なんかベッドのとこなんか光ってなかった。そこの左側。あ、違う。裏ぐるーって見て、そこ光ってない。あ、光ってないね。いやな。怖いよ。誰か。お風呂場はどこだ。あれなんかまた見、でもリン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 さっき鳴ってたから一回戻る。一回戻ってみるね。そうねばね、戻ってみた方がいいかもしれないね。そしたら戻ったら一回目覚めるからね、うん。さあここでまたねクイズみたいのが出ますからね、収集した情報をもとに答えていきましょう。発生した悲劇とは、長男の大輔を殺したって言ってたねば。そうね。お風呂でって言ってたねば。ねえ。相変わらず夢だけはどうしても毎日。ねえ。うわあ、うん、血がすごい出てんだけどねば。目がね、真っ赤だね。プール入ったのが。捨てようと思ったんだけども、うん、体調が優れないって主人公はって言いながらまた寝ちゃったね。疲れすぎちゃって寝ちゃったんだ。だったら起きなくてもよかったじゃん、ね、一回起こされたの何なんだよ。でも起きるたんびに日本人形がどんどんさ、うん、なんか変化していくね。もう髪の毛伸びるわ、目から血の涙流してるわ、もう、うん、はい、もう 見ていきましょう。もうこれ解決しないとこの人やられちゃうよ自分が。だからさ、ほらこの日本人形がさ
あなたに解決してほしいって託してるわけよ。そういう…うわやだやだやだ、どうしたらいいのこれ。開けてあげれば。開けたら入ってきちゃう。いや開けてあげなよ、だってかわいそうだ。あはははははあー開ける前に入ってきたじゃん。なんだったんだよ、こいつ開けなくても入れんじゃないかね、ばよ。不法侵入だから後でさ警察に言おう。いや警察に言ったところでも捕まえようがないよ、つけてきちゃうんだから。なんならこの今ネバール君の体も突き抜けてっちゃったんじゃないね、ばか。そうね。いや納豆菌を通り過ぎてったね。いやもうここもう本当今回のゲームの中で今一番怖いぐらいじゃない。だってもういるって分かったのに怖かったねばよ。でもいいよ、果敢に攻めたよ今、ね、はい、左には開けろ開けろって納豆兄さんが言ったからでしょうがねば。だって開けずにはいられないでしょ、だって開けてほしそうだったじゃん。ピンポンピンポン。いやちょっと無視しようかと思ったんだよ本当ねばる君は。そういうの偉いのはさ、ピンポンダッシュとかじゃない、いたずらじゃないんだよちゃんと。あれ何で言った結局、何脅かしたかっただけじゃないねばか。わかんない、遊んでほしかったんだよ。入った、はい入ってみよう。あれこれさっきから入れるとこだったね、うん、でもここも4日目はまた変化してるかもしれないから。ん、なんか横、机の横になんか書いてない、下の方書いてない、なんかほらあるんだ、確かに。これなんだ、チョココロネっぽいキャラクターのシールがある。ね、全然意味が分かんなかった。こういうゲームもあって、糸通しでゲスっていうやつ、うん、もしかしてそれの宣伝が入ってたか。ね、あそこ襖開けれんじゃない、開けれない、開かないねばね。じゃあ違う部屋行った方がいいかも。じゃあまた違うとこ行ってみましょう。いやもう怖えよねば。お風呂場どこだよ、お風呂場になんかあったないねばか、うん、あ、絵が変わってるよ。変わってないでしょこれ。あ、これ前も、前もこうなってたねば、一回変わってたねば。そっかそっか、じゃあそこ入ってみる、また。ただ開けたドアの音だよ。ちょっとビビりすぎるんだ。もうちょっとダメになってきちゃってるんだけど、もうちょっとやめたくてしょうがないんだけど。やだもう。早くタップしてタップして。一撃で倒したねば今。そうね。でもゲージが半分も減っちゃってるからちょっと回復した方がいいかも。いや、あ、なんか光ってる。回復しないとあれゲームオーバーになっちゃうよ。じゃあこのそう一個ね。回復ゲージ、うん、何回使えるんだこれ。購入って書いてある。あ、ダメか。じゃあ戻ろう。曲がった玉はいろんなとこタップしていくといっぱい取れるんで。あ、あ、これなんかこれだ。何？あれバール。細い何かってこれじゃないの？それ太いでしょバールは。じゃあ買った。それ。じゃあ菜箸？わかんない。じゃあ違うとこちょっと行ってみよう。ここはまだだってことだね。光ってる。あ、光ってる。奥行ってみよう。あ、今のしおりもちょっとよく見といた方がいいよ。どういうことか。ほら、秋、春、冬、夏みたいな色になってるよ。ほら。まあ納豆兄さん覚えといてねば。うん。はい。秋、春。春ね、桜だから、うん、葉っぱで表現してるってことねばね。紅葉と桜の色と。じゃあ外出よっか。ちょっと上に上がれないねばか。上上がれないね。いやもうちょっと、あー嫌だ嫌だよ。さっきそこ女の人立ってたよね。あれ閉めちゃったよ。もう一回開け。女も、あ、じゃあ左行きましょう。あれ、あ、ここそこも入れるじゃない。あ、なんかある。金庫、あら、はい、ちょっと触ってみて。あ、まだなんかない、なさそうだね。あ、引き出しは、あ、なんかこけしがいっぱいあるよ。顔のないこけし。
顔のないこけし。そういうのあるよ、たまに。普通に何でも怖く見えてきちゃってるよ、もう。そりゃそうだよね、一人だったらこういうとこ入んないでしょ。だって入んないよ、もう狂っちゃうよ、もうすぐ。ねばる君だったら、ね、じゃあちょっともうお化け側の方に入っちゃって、仲間だよとかわけわかんなく大きな声とか言っちゃうタイプねばね、うん、あ、やったやっとね、あ、回復した、回復して、あ、いやさっきね回復してたのよ、さっきのまがたまで。あ、そうなの、うん、で、その引き出しを開けてみようか。引き出し、いや、右、そっちじゃない、あの台所の方、シンクの方の。これねばね、うん、あ、ほら来たね。春、春じゃなかったよ、夏じゃない、秋じゃなかった、一番最初桜が次だったんだよ。で最初ここが紅葉、最初秋だよ、うん、紅葉だったんだ。で最後が葉っぱだったんだよ、ね、最後じゃ夏ってことだ。でこれが冬のキラキラしたやつだったから、これ残り、これ、あ、やったねばよ。ほらで開けて、怖くて閉じちゃったねば。包丁、あ、じゃあ包丁調べてみる。こっち、うん、こっちですか、ね、血まみれの包丁、血まみれの包丁、うん、拭き取られた形跡はない、もうこれだけそうね、だから菜箸じゃないの、もうほら拭き取らないってことはさ、計画的犯行じゃないってことだよね。そういうこと？だってさ、計画的犯行なら拭き取りそうじゃん。もうだから拭き取らないってことは、頭がもう回ってないってことは、もう狂っちゃってるってことでしょ、ネバ。感情的になってたりさ、もう経験あるネバか？納豆兄さんも刺される、刺される方で。ああ、指は刺されるね、なんか部屋の変な人は。ああ、そうネバね、うん、その後拭き取らないネバだしね、うん、あんな話。あ、入ってみよう。あ、トイレ。何？部屋を見渡すことができます。はい。じゃあ見てみましょう。タップすると元に戻ります。じゃあいろいろこう見てみよう。あ、そうね。あ、なんか、やった。あ、あれ？ちょっとそれ調べてみよう。呪いがすごいんじゃない？これ。あ、ほら、釘。やったねば。なんか細いものっていうの、さっき言ってた言ってた、あれ下にもなんか落ちてるっぽくない？釘も調べちゃうね。あっ、早く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 、あー、もうやだ、このゲームやだよ、やめたい、だからやめさせてねば。釘の妖精さんだね、釘の妖精さんそんなのいないねばよ。もう納豆の妖精ならいるけども、じゃあねばる君と一緒だよ、納豆も妖精怖いじゃん。釘の妖精、納豆の妖精は怖くない、かわいいんだね。あ、見つけた。上の方もタップしてみて、上の方も。どこに回復あるんだ、まあ、変態じゃねえのか、この便器で回復アイテムなんて。あ、じゃあもう大丈夫だね。ここはちょっと逃げようか。じゃあ、出よう。トイレの中、今のトイレの花子さんってこと？そうだね。もうでも花じゃなくて釘なんだよ。釘子さん？うん。いやもう。はい、もう出ますよ。トイレに一回一周して。ああ、そうそう、そしたらほらさっきのさ、釘を使えるかもしんないから。ああ、さっきの部屋ね、キラ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 ね、ちょっと行ってみよう。ここだったかな、ね、細いものゲットだから。たださ、いいよね、ねばる君すごい驚いてくれるからさ。だから出てきてるの。だからそういう人に寄ってくるって言うじゃん。いやなんだよ、本当にもうダメなの。ほら、釘を使って、五寸釘を使って、これは鍵のようね。お、やったねば、鍵やった、鍵を、え、風呂場の鍵だよ、やったね、とうとう来たよ、来た来た来た、装備とうとう、風呂、風呂行けるよこれで、急げ急げ、ね、風呂どこだ、そっちじゃないでしょ、風呂、そっち玄関だもん、だね。だって4日間風呂入ってないわけでしょ。いや、そういうことじゃないでしょ、この主人公は確かにすぐ寝ちゃうから。あ、あ、でも風呂の中にさっき死体がこうって言ってたね、引きずられてて、ね、あ、でもこのなんかタップしてみて、なんか
ひびが入る。あ、これあれじゃない。これこれこれ。あ、さすが。あれ。あ、どうだ。やった。やったねば。やった、なんか出てきた。日記。こんなところに。うん。いや、内側からそれ、え、どうやって。ね。なってるなってる。日記見よう、日記見よう。そうね。ついに夫まで殺してしまった。あら、ひどいね。でも殺すつもりなんてなかった。死体見つかってしまった、見られてしまった、慌てたから殺した。うん。小銃勢いよく倒しながら逃げた。もうこれで3人殺しちゃってるよ。で、犬も殺しちゃってんの。してた私は物置き場、置き場で壊したんだってネバ。物置き場で、はい、ネバ。え、物置き場に追い詰めて殺しちゃった、はい、ネバ。え、最初がなんか娘で、次を男の子だから、次旦那のこと聞かれるかなと思って、夢の時に、ね、で、まだもうちょっとお風呂の中とか調べれない、ね、あれはバスタブの方じゃない、あのシャンプーとかは鏡とか特にないか。じゃあ出ましょう。ところどころカビている。カビキラー、カビキラー必要ねばね。あ、あった、カビキラー。ちょっとシュッ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 、やっとくねば、シュッシュッシュッ、はいはい、やっといて。次来た時にはもうピッカピカねばよーね。次来た時絶対ピカピカだと思うよ。ねばる君のおかげで。あっ、ほらほら、すごいゲージ減っちゃった。ほら、あ、でももう戻ろう。じゃあ戻ろう、戻ろう、戻っていいの。もう戻ろう。まだなんか大丈夫、トイレとか。なんかトイレさっきほらトイレ見たじゃない、釘取ったじゃない。大丈夫。うん、もたもたしてるとほらまた子供に襲われるよ。やっぱ1回で半分以上減ってる、これ。そうだから、そしたら死んじゃうじゃん、次来たら。いや、そんなことない。あの、すぐタップすればいい。驚きすぎちゃってタップ忘れてんだよ。いや、なんだよ、本気で怖いんだねば、これ。いや、右向かないでそのまま行く。はい、このまま。いや、右向いてよ。やった。あ、よかったねば。答えていこう、答えていこう。悲しい悲劇知りたくないよね、バール君だって。発生した悲しい悲劇は、親父のマサヤ、あの父親のマサヤを殺害したんだ、これは。うん、そうね。え、ちょっとやばい、暴走車ではない、包丁があったから包丁だな、これ。そうね。もし分かんなかったらね、右側に、右下にアーカイブっていうのがあるから、そこでメモ帳をもう一回 見直すことができる。やだやだ、見ないよ、そういうの。どうする？さっさと終わらしたいねばから。ここまでにする、今日は。そうね、今日ここまでにしましょう。あ、なんか言ってる、メロン、クマへ押す、ね、あ、メロングマじゃない？メロングマ押す。うん、何のことだよ。もうだからネバール君じゃなくてメロングマの方を私は押しますよっていうこと言って。そういうこと、うん、いいよ、もうそれでも全然嫉妬とかしないネバだから。どうぞどうぞ、メロングマ押してくださいネバ。あー、やだ、喋ってくる内容も不快だし、はい、もう今日はじゃあここまでにしよう。もう夜中の2時半ぐらいになってるから、ね、はい、じゃあそういうことでみんな、はい、バイバイネバーつ。あー、ちょっとこれ停止停止停止。はい、これで戻ります。はい、さよなら、また今度ねばよ。はいよ、はいよ、はいよ、みんなもやってね。見てくれてありがなっとうねばー。